ローリーカ・セグメンタタを着用した、軍団兵。ローリーカ・セグメンタタの後部ローリーカ・セグメンタタは、古代ローマの軍団兵に支給された鎧である。日本語では長部員を省略して、ロリカ・セグメンタタとも呼ばれるが、古代ローマ時代の原音には、音説の長短がはっきりした、ローリーカの方が、最も近い。板札鎧とあ訳されることもある。 主に帝政ローマのティベリウスの知性から使われ始めた。曲げた鉄の板金を重ねて作られた甲冑で、映画などで、いわゆる、ローマ軍団兵の鎧としてのイメージが定着しているが、実際に使われたのは1世紀から2世紀までの間と、長いローマの歴史の中では、比較的短い期間であった。しかしこの期間を過ぎると即座に捨てれたというのも、 正確ではなく、レリーフ等の出土品から局所的には改良を重ねつつ3世紀の後半まで使用されていたと考えられている。ラテン語名が定義として用いられたのは16世紀のヨーロッパからであり、必ずしも古代ローマ時代にローリーカセグメンタータの名で呼ばれていたわけではない。ローリーカは細長く切られた鉄製の板金を重ねて構成されており、胸部、腹部、 肩を防護する。一つ一つの板金は胴体、肩、上腕に沿った形で湾曲しており、上から下へと覆いかぶさるような形で人間が立った姿に対して水平に重ねられている。また保護する箇所が大きい胴回りには左右別々の板金を合わせて構成された。そして肩を保護する板金のパーツは同じく上から下へと覆いかぶさるような形で、 胴回りの甲冑部分の上から覆いかぶせられた。板金は、真鍮製の留め具を介して、革製の紐を結んで固定された。鉄の板金でできていることから打撃、突市の防御にも有効で板金が細かく分かれていることにより、体の動きに合わせた柔軟性があり、甲冑としての機能は非常に高かった。 また使用しない際に小さく収納ができるという利点もあった。反面、頻繁な手入れが必要で、これを怠ると、異種の四化傾向の異なる金属同士の接触部分からすぐに錆びついてしまうという欠点があった。トキンや酸化被膜の技術が未開発だった当時は常に表面に油脂を塗布して金属表面を保護し続ける必要があった。 しかも着脱にはに人がかりで、針金や留め具などで手間がかかるため、即応性にも欠けていたが、この一方不必要な送信具を省いた合理的な、設計ゆえ装着に時間を有するものではなかった。再現実験によれば、柔軟性があるものの、板金性ゆえか胸元が窮屈になり息苦しい、と報告されている。地方では、簡略型セグメンター団の開発も行われていた。 らしいが、欠点の克服には至らなかったようである。ローリー化は、主に4種類存在し、発見場所からカルクリーズ型、コルブリッジ型、コルブリッジ部型、ヌーステッド型と呼ばれている。発掘品は主に真鍮のパーツであり、鉄板部分はほぼ朽ち果てている。しかしカルクリーゼのトイトブル曇りの古戦場跡で、奇跡的にも、胸部のプレートが、 革ベルトまでついた状態で見つかっている。トイトブルク森の戦いは9年と判明しているので、これが一番古いタイプであろうと考えられている。それを通称カルクリーズ型という。主な特徴は、ベルトタブが直接真鍮リベットで胴体に接続されており、胴の固定が革ベルトであることである。 コルブリッジ型はそれより、後の一世紀頃のもので一番一般的である。銅の固定が革の紐で行われるようになった。銅書で見つかったコルブリッジ部型はそれより、後の製作で簡略化、機能化され、胸部と胴部の固定が、真鍮フックで行われている。また、イギリスで見つかったヌーステッド型は一番後期のもので装飾が、簡素化。 コルブリッジ部型より革の使用が減り、左右胸部プレートの固定が、貫抜き式になり、胴部の固定も貫抜き式になっている。また長らく肩部のプレートの固定は、可動式のヒンジから、固定式のリベットになったと思われていたが、近年の調査でヒンジがあったことがわかっている。順番ではカルクリーズ型、コルブリッジ型、コルブリッジ部型、 ヌーステッド型の順に改良されていると思われている。ヌーステッド型の使用が3世紀頃まであったということから開発から約300年ほど使用されていたということになる。ありがとうございます。